山賊の娘ローニャは、1981年にアストリット・リンド・グレーンによって書かれたスウェーデンの児童文学作品である。1984年に映画に本案され、ベルリン国際映画祭で銀マ賞を受賞した。また、デンマークとドイツでミュージカルが上演され、日本でもテレビアニメ化された。本作品は少なくとも39カ国語に翻訳されている。 アストリットリンドグレーンワールドにあるマッティスの鳥で中世初期のスカンジナビアの森の中にある城に住む山賊の中で育った少女、ローニャ。頭のマッティスの一人っ子である彼女はいつの日か一族の指導者になることを期待されている。ローニャが生まれた日、彼らの城、マッティス城は稲妻によって二つに分断されてしまう。しかし、 城の半分にはボルカ率いるライバルの山賊が入ってきており、長年の対立が激化する。ある日、ローニャは、ボル、カの一人息子であるビルク・ボルカソンが、裂け目のそばでくつろいでいるのを見かける。ローニャはビルクと出会い、彼がボルカ山賊であることを残念に思う。ローニャは、ビルクに飛び越えゲームを持ちかけ、ビルクが落ちそうになるまでゲームは終わらない。ローニャは彼を助け、 二人はやがて友達になる。次の冬は長くて寒く、マッティス山賊たちは十分な食事をとっているが、裂け目の向こう側では、ビルクたちが苦しんでいる。ローニャは秘密の通路を通ってビルクに食料を届ける。二人は、とても親しくなるが、家族には言えないとわかっている。その年の暮れ、ビルクは、ローニャの父親に捕まってしまう。ローニャは自らボルカ山賊の捕虜となり、 ビルクとの交換を要求する。その結果、父親は、ローニャを感動し、娘として認めようとしない。森の中に逃げ込んだビルクとローニャは、洞窟に住み、トロール、森の小人、怪し鳥など森に生息する野生動物といくつもの苦しい冒険を経験する。最終的に二人の一族は反目し合うことを、悔い改め、全員が再会したが、ローニャとビルクは、 山賊の生活は自分たちには合わないと決心して物語は終わる。1984年本作品はスウェーデンで映画化された。監督はスウェーデン人のターゲ、ダニエルソン、脚本はアストリッド・リンド・グレーン自身が手掛けた。映画は大きな成功を収め、1984年のスウェーデン国内で最高の興行収益を上げた。また、 1985年のベルリン映画祭では銀マ賞を受賞した。スウェーデンでの観客動員は150万人以上を記録した。アクセルベルクシュテットによるドイツのミュージカルでのローニャ1991年、デンマークでロンジャ・ローバーダターとしてミュージカル化された。本ミュージカルの楽曲はデンマークの作曲家セバスティアンが手掛けた。1994年、ドイツで ロンジャ・ロイバートクターとしてミュージカル化された。本ミュージカルの楽曲はアクセルベルクシュテットによってドイツ語で書かれ、オーケストラ、バンド用紙、100人以上が舞台上に登場する。山賊の娘ローニアのタイトルで2014年10月11日より2015年3月28日まで NHKBS プレミアムにて全26話放送された。宮崎五郎にとって スタジオジブリ以外の監督作品であり、テレビアニメは初監督となる。なお、スタジオジブリは制作協力として参加し、大事は同プロデューサー鈴木敏夫によるもの。作画上の特色として、各キャラクターは 3DCG によって立体的に造形した上で、従来の手書き風の質感を加えて表現。背景描写も、 水彩画による風景と CG による川の流れを組み合わせるなど CG と手書きを高いレベルで融合させた新たなアニメーション表現を目指した2016年国際エミュー賞子供アニメーション部門で最優秀賞を受賞2016年4月から9月まで NHKE テレにおいて金曜19時25分から再放送されていたスタッフキャスト 主題価格はリスト放送局関連番組関連番組として、ローニャは、こうして生まれた、山賊の娘ローニャ直前スペシャルを放送。出演は、宮崎五郎、長沢さ美、鈴木敏夫、川上良生、手島葵、夏木まり。司会は、鈴木直子。語りは、郷原明子。BD、DVDCD ハットホルムランド。 クリスティーン、ピッピーハーパルス。チネマジャーナル42.2、4、アワーズ4、ロンジャローバーダター、インターネットムービーデータベースハットムシカル、ロンジャローバーダターユーチューブ、ハットムシカル、ロンジャロイバートクター、ソングオブザウルフユーチューブ、ハットムシカル、ロンジャロイバートクター、ロンジャインザウッドユーチューブ、ハット、TV アニメ、三族の娘ローニャ協放送開始。 オーコンスタイル、2015年8月4日閲覧。NHK、山賊の娘、ローニャが、国際エミー賞最優秀賞。日刊スポーツ。http コロンスラッシュスラッシュ www.nikkanspoorts.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ1627521と html2016 年4月6日閲覧。 手島葵、宮崎五郎監督と三度目タッグ、山賊の娘、老若10月放送、オーコンスタイル、2014年7月11日閲覧、山賊の娘、老若に関するカテゴリー、ありがとうございます。